け。こんにちは。むず。え、もう4時なん？早っ。いっぱいあるよな。でも大丈夫。3人の名前はね、うん、ほぼないですね。感じ。じゃあ募集しよう、募集。募集やな。公募で決めたいと思います。立つ宝坂。かつつい。むず。今あやよんさかさかの組み合わせの話してました。ほら言われてんで、姫はやおいちゃんだけ、そらちゃんと初めて長くしました。多い姫軍団って言ったら姫はやおいちゃんだけって。私も姫やったんだけどな。青春衣装のグッズが発売されました皆さん。歓喜。え、青春衣装のグッズさ、めっちゃ求めてたよ。青春衣装のグッズが発売されました。生みこやここ伝言ゲームみたいになってる。え、今これ何分ぐらいやってるの？髪の毛はやっぱりストレートで行かせてもらいました。私は髪の毛は誰だかわからない、行かせていただきました。やういがやういって言います。でこっちがあやんがって言います。あ、もういつものストレートで、誰だかわからないって言われたから、やういがやういで、あやかがあやかです。まこがまこ、まこがまこです。グッズ注文するね、ぜひ。あのいつも自分のヘアん違う、髪飾りじゃなくて、あの日はなんか選べました。衣装のグッズ全部それとか確かに可愛い。13位。ちょっと待って、ちょっと待って過去1ぐらい長いですね。こんにちは。ここまで見てます。青春衣装人気そう。白タッチさん可愛いよな。おめでとうじゃない、ありがとうございます。これぐらいに聞きたいんですけど、12謎さんありがとうございます。11位クラポンありがとうございます。10位鉄板さんありがとうございます。9位ヨシさんありがとうございます。スマホいじくったら変なとこ行った。8位シロちゃんありがとうございます。ありがとうございます。7位コムケンさんありがとうございます。ありがとうございます。弥生の壇上に一緒に挨拶してます。6位野原しんのすけのすけありがとうございます。5位変化に気づいた方いますか。4位吉村哲也さんありがとうございます。今日はゆいなさんのセンター精一杯盛り上げましょう。3位吉村哲也さんありがとうございます。ゆいなさん。2位静まるありがとう。ゆいなさんのスネオありがとうございます。前髪何ミリか切った、ね、正解です。切りました。切りたてほやほや。これめっちゃ今の今このショールーム始める前に切った。ぼーっとしちゃってめっちゃそう、めっちゃ前髪切ってもらって目に刺さらないですね。履いてるコンバースの靴と雨の日すごい相性悪くて、今日髪の毛何人にしよう。あ、横毛切るの忘れた。気をつけてください。忘れちゃった。ありがとう。曲中にデグマッチョ期待します。それじゃあデグマッチョ頑張ります。頑張ってくる。バイバイ。やってる。やった。ありがとう。公園頑張ります。結構あるよね、靴によって滑りやすい。じゃあ夜は、うん、メイク、キンパを食べる。うわ、今日キンパの、いや、弥生持ってきた。自作あれ、うん、無印のキンパ。無印で弥生キンパ買ったらしい、うん、いいなぁ。キンパ、無印ってキンパ売ってたの。ゴアテックスは最近。ゴアテックスってなんだ。またあります。はい、バイバーイ。やゆの手が。でもあやかちゃんって視力いい。こっちはいいけどこっちが悪いです。最強ですね、私は。やったん、今キンパ食べに行った。ございません。やゆちゃんのショールームから来た。やっほー、やゆいフレンズ。やゆいのファンの人たちの名前ってなんて言うんですか。やよちゃんズわかんない。なんだ。次はでも8期生ってさ、7月6日ファンの方の名称決まってる人あんまおらんくない。お願いします。わかんないけど、雪乃に温められたいとか。あ、ナンバ弥生か。あ、それはもう弥生組長やから。そのおかげで美肌で何のおかげやばい、腕めっちゃ筋肉痛。てかまこ遠い。まこちゃん、まこちゃん、あー遠いって言ったのに。あやばい、今画面からログアウトしちゃったわ。セントアウト。まこちゃんって言ったら
まこちゃんってなった今。桜田ファミリア、桜田ファミリア仮名やから。桜田ファミリア、桜田ファミリア、まこはまこチーム、まこチームになったな。なんか決めてなかったけど、ルームスができてから、あーなるほどね、まこチームになった。自然的に発言した。まこチーム、え、じゃあ弥生はややこひよこ軍団ってこと？ひよこルームの皆さんみたいな感じかな。面白。弥生こんにちは。え、そう、サグラダファミリアが完成してないから仮です。何年に完成するんですっけ？ね、夏は、今年の夏はね、あるので8月なので、リハが始まるわけですよ、7月末ぐらいから。だからもう夏休みはないわけですよ。どうしますか？あ、ほんまや、夏休みないやん。そうですよ、まあ、もう私には夏休みという概念はあんまなかったけど、でも学生の子たちは、マジで夏休みないな。そうだよ、ほんまやん、夏休み始まった途端に、そうだよ、夏休みが終わるな。うわ、夏休み、みんな宿題大変やろうな、絶対。確かに、なかやる時間なさそう。でも、あの今年はね、ちょっとみんなで、バーベキューしようって、したい約束が、したい。あのさあ、やめとこう。私はあのやりたいんですよね、バーベキューとか、なんか花火とか、なんか思い出作りたい、夏っぽいことをしたい。なんか最近ちょっと夏っぽいことちゃんとしたいって思うようになってきた。去年さ花火したやん、4人で。そう、今年水鉄砲なの。あでもいいよいいよいいよ、あのあれやりたい、ガチガチのでかいもの持ってくる。え、やばい、スプラトゥーンのやつ買 う、 そう、あのさ、水玉じゃない、水風船やりたい。まあめっちゃやりたい。やろうな。なんかさ、しかも花火もさ、あのその場におるコーラーでさ、急に誘ってさ、行けそうな子みたいな感じやったから、なんかちゃんとみんなで集合してやりたいな。いつでね、行こうっていうのを、言ってるんですけど、やりたいですね。やりたいです、やりたいです。スイカ割り、あいい、ね、確かにスイカマコとか綺麗に割れそう。行きたい。はぁ、パシパシ、リサとかうまそう。でもうまそう。確かに。ちょっとわかるかも。こんにちは。あ、なんか爪えぐれた今絶対。またいやー、行ったらその乗せるかもしれないんで、見てください、ね、毎年恒例の YNN キャンプ乗り込むしか。今年は乗り込めますかね。13位わたさん、ありがとうございます。あ、世界より恒例やったんや。さん、ありがとうございます。11位カズローさん、ありがとうございます。10位コウさん、画面近い絶対。9位ハシムチさん、ありがとうございます。夏といえば何ですか？みんな夏何してるの？7位ヨシさん、劇場で水鉄砲怒られちゃう。6位イグッチさん、ありがとうございます。本日もチキンナンバさん、はい、ありがとうございます。スピンですけどね。4位サキショさん、ありがとうございます。エアコンデビューはしました。2位ギャオスケさん、ありがとうございます。電気代が7さん、ありがとうございます。あ、まあ、こういうことはもうええな。ルームスみたいなこと言っちゃった。あ、そうなんや、スイカ割りしてたんや。え、アキラ先生スイカ持ってきてくれんの？え、やば、そんなことまだ見たことない。てか、アキラ先生とスイカってどういう組み合わせ？確かに。今日は公演なので皆さんお越しください。したいな。ゆうやさんの誕生日一緒にね、お祝いしましょう。いやーい、夏はかき氷。あ、かき氷はね、確かに去年もなんか8期生がかき氷パーティーしてた。頭のサイズ30センチぐらいですか？え、わかんない。測ったことはあるけどわかんない。こっちがってこと？それともこっちがってこと？わかんないですね。一回測れば大丈夫で。うん。え、てかなんかやらんかったっけ、あの採寸みたいなやつでさ。やった。全部は、測った測った。なんか覚えてない。衣装の採寸でやった気がする。けど覚えてない、何センチか。こんにちは。
あやから。あやから。もっと多分あったよ。ほら、どうしたってびっくりしてるよ、みんな。そう、そう。あ、でも、あ、すごい。コメント欄で、うまいだって。死んじゃう、これ。そう。ちゃちゃ僕らの指にかダメです。いやコーラスマジオペラ風のユリイカです。バイバイ、バイバイ。オペラ風のユリイカだけ歌ってどっか行ったなんか素材で草それなそうなんすかと思った。やばいやばいあ面白い。そうなんす、やばい。全然ちゃう話やけど、リサってそうなんす似てないですかリサと青いキャラクター似てるってめっちゃ思っちゃうか。調べてみてくださいオペラ歌手目指してるのかな。確かに聞いてみるわ聞いてみよう。リサウパーっぽい時、あ、確かに似てる。あー、かわいい。リサ、リサ思い出したらかわいいって思っちゃった。あ、似てるって思った。やった、リサそうなんすとか、うん、そうなのも似てる。あとリサがマジで一番似てるキャラは、あ、悪口じゃないよ、褒めてるリサが一番似てるキャラ、動物の森のブロッコリーがめっちゃ似てて、私が 3DS で小学校ぐらいにやってた時に、飛び出せ動物の森でめっちゃブロッコリーってキャラと超仲良かったんですけど、リサに出会って、リサちゃんってめっちゃブロッコリー似てると思って、昔の記憶が蘇った。めっちゃ以前可愛いっていうの禁止してませんでした。もうダメダメです。もうリサの話が出てこないことがないね。リサちゃんが大好きなので、10期生に走らないか心配。あ、だって8期生やから。え、ブロッコリーめっちゃ似てない？似てるんですよね。めっちゃかわいい。ブロッコリーマジでめっちゃ親密度マックスぐらい仲良かったで、勝手にうち来るし、めっちゃ写真とか家具めっちゃくれる仲になってたから、めっちゃ仲良かったから、リサを見てたまに思い出す。ああ、あの 3DS の中でまだブロッコリーおるかなって思うね。調べてみてくださいリサちゃん身長伸びすぎ。そう、もう抜かされそうなんですよね、背が。昔こんなんやったのに、今同じぐらい背伸びてる。リサ大きくなって可愛い。こんにちは、こんばんはって言いそうになるね。ビツメンとどうもりの画像、それいや、リサはなんかあれだった、ピーチクパーチクみたいなやつやって。そう、でもブロッコリーマジでリサ似てるんよね。なんかあの可愛い感じが似てる。あーって可愛い。ブロッコリーがマジでめっちゃ好きやったから、あつ森にもブロッコリー召喚したいんだけど、全然シマガジャが当たらなくって、ネズミは違うキャラがいるんですけど。ブロッコリー誕生日6月30日、やば、もうちょっとやん。 3DS 起動してお祝いせなあかん。さ、150センチあった。え、そんなちっちゃかったっけ。めっちゃ大きくなったな。でもなんか顔もめっちゃ大人っぽくなった気がする、リサって。アミーボカードでできる。いや、アミーボカードじゃなくて、シマガチャで当てたいんですよね。だから劇場行く。お、待ってますね。こんにちは。ちょっとランキングを読みます。行きます。13位、パイポイさん、ありがとうございます。12位、セレビーさん、ありがとうございます。11位、長江さん、ありがとうございます。10位、ヨッサン、ありがとうございます。9位、マサッチさん、ありがとうございます。8位、カズヤさん、ありがとうございます。7位、カムイさん、ありがとうございます。6位、ヤングさん、ありがとうございます。5位、タンベマンボー改めて、マナブさん、ありがとうございます。
よいたーちゃんさんありがとうございます。サイフレンドちゃんありがとうございます。2位チキンナンバさんありがとうございます。スティッチギョウスケさんありがとうございます。ありがとう。はい、ということでまたじゃあこのあとね6時半から、僕の青春公演、出口ゆいなさんの生誕祭よろしくお願いします。ということでありがとうございました。いっぱいゆいなさんってゆいなさんお祝いしましょう。